どネギ前です。はい、というわけで今回は、はい、こちらまたまた3COINS に行ってきました。それで 3COINS で本当はお買い物するんじゃなくてどんなのがあるかなと思ってちょっと時間潰そうと思ってたんですよ。そしたらポケモンのコラボ商品が出てて、ポケモンの映画が始まるじゃないですか。それのコラボしてるみたいでめちゃめちゃ可愛かったので、割と結構ちょっとかなり買ってきました。なのでこの購入品を紹介したいと思います。紹介動画見てくださった後絶対皆さん 3COINS 行きたくなると思います。めちゃめちゃ可愛かった。じゃあとりあえずサムネにあったやつから。はい、こちら、あ、こちらピカチュウのクッションです。中の入ってる綿は正直そんなに良くないと思います。だからこうやってギューッとかやって毎日こうやってたら多分すぐに一部に寄っちゃうような感じで、あんまり綿は良くないけど見た目がねすごい可愛いんですよ。でこれ私が見た限りではもう一個なんやろ、鳥のポケモン、なんていうんやろ、鳥のポケモンとあと普通のモンスターボール赤いやつとこのピカチュウが売ってました。でどれも最後の一つずつ売ってて、で3つ買うのは置くところがさすがにないなと思ってね、三好もいてるわけやし、じゃあここに置きながら。続いてこちら、あれです、防水ポーチじゃない、防水ケース的な防水ケース。はい、こんな感じでスマホが入る大きさになってます。スマホとかを入れて防水で水こうかかっても大丈夫みたいなんですけど、ちょっと心配かな。でもねこれこんな感じでしっかりとくるくるっと水が侵入しないように、この何やろ、止めるチャックのところが3個あってからの本命のこの入り口なんですよ。だからこれからリア充の方とか友達が多い方はプールとか海行く機会があると思うので、これぶら下げてたらすごい可愛いと思います。入れるのちょっと大変やけどこんな感じで、よいしょ、まあ、スマホが入るっていう感じです。これすごい可愛かった。今回は全部で67か8ぐらいのアイテムが出てるみたいです。ただその67、8アイテムの中でこういう感じで1個の商品で何種類かパターンがあるみたいなのも含まれてるのであれなんですけど、でもめちゃめちゃ種類今回多いなって思いました。ただ帰ってきてからゆっくりこう3COINS のサイトを調べてどんなグッズがあるのか見てたら、売り切れてるのがめちゃめちゃ多かったなって感じがしました。私が行ったところは。だから後々見たらめっちゃ欲しいなって思ったものもあったので、また別の 3COINS があれば行きたいなと思います。 3COINS ね結構遠いんですよ。結構長い。ここででも長さは調節できます。でこんな感じでぶら下げれる。これめちゃめちゃ可愛い。お金とかもね入れれそうですよね。続いてポーチが2種類。はい、こちらです。ピカチュウと、あ、これですね、さっきからトリトリ言ってたやつ、これモクロモクロっていうやつです。あれこれ昔からおったっけ、言ってた気もするけど最近よく見る気もする。ん、めちゃめちゃ可愛い。でこのポーチは最初こっちのこの3つのポケモンがいてる方を買おうと思ってカゴに入れてたんですけど、めちゃめちゃ迷ったんですよ。でもうレジに向かう直前に やっぱりこれ買っとこうと思って買いました。これ表面はこんな感じでポケモンが描かれてるんですけど、裏面は両方ともモンスターボールです。で中は開くのは開くけどここの厚さはそんなにないのでそこまでたくさんは入らないです。ちょっと旅行行く時とかにメイク用品のサンプル入れたりとか、あとは1回分の個包装になったシャンプーコンディショナーとか入れて持ち歩くのがいいかなって思います。そして続いてがこちらです。スライドミラーで、こちらもさっきのこのモクロっていうポケモンと2種類ありました。こんな感じでさっきのポーチと変わらない感じのデザインです。チェーンもついてるのでカバンとかにもつけれる感じです。でもこういうタイプのチェーンは取れるからあんまり使わない方がいいかも。カバンにこのまま入れる方がいいと思います。開けると ここにこんな感じで鏡がついてます。え、あ、これあれ知ってる、コップのフチコさんみたいなやつ持ってた、かわいい。ちなみに左右どちらにも開くみたいです。最近この前に動画でも紹介したロージーローザーの鏡を持ち歩いてたんですけど、小さいカバンの時ってこれなかなか入れにくかったりするんですよ。だからこれ使
使い分けていこうかなって思って買ってきました。そしてポケモンの商品は最後です。はい、こちらピカチュウのタッパーです。これが一つ500円で売ってます。ただこのタッパーが1個だけじゃなくてマトリョーシカ風に、はい、まずこれが1個目とで、こちらが2個目、そして3個目にこちらモンスターボール、こんな感じで3つのタッパーがあります。お弁当とかに使えそうかなって思ったので、でも一人暮らしだとお弁当ってなかなか使わないから、これは大阪の実家に持ち帰って作って入れてたらいいなって思います。とかお菓子作りとかしてこういう大きめのタッパーとかに入れてもいいかも。もし小さいお子さんいらっしゃる方だったらこことかに果物とか詰めても喜ぶかもしれないです。私幼稚園の時にこういう感じでさくらんぼとか入ってたらすごいテンション上がってた人間でした。今ではちょっとフルーツ苦手やけど。はい、そして最後の商品がポケモンではないんですけど、こちらこれね、最後サンプルが1個空いた状態のものと、あと袋詰めにされた状態でポチャッコが5つぐらいあったんですよ。それは綺麗に袋に入ってたんですけど、これがちょっとお客さんが開けちゃったのか勝手に開いたのか開いてて、まあでも中身は綺麗そうだったので買ってきました。こちらが500円で、はい、ポムポムプリンです。すごくないですか、こういう弁当箱って私1400円ぐらいするイメージがあった。で、私はもう学生じゃないんでお弁当とかは作らないから、これは勝手にお母さんのお弁当箱をこれに変えてやろう作戦に出ようと思います。だからさっきのこのタッパ3つとこれは実家で使うと思います。お箸は特に柄はなく普通にオレンジのお箸で、中のおかず入れる方もちゃんと仕切りがついてるのと、ご飯入れる方もしっかり蓋がついてて、本当に普通のお弁当箱と変わらないです。で、これも最後こうやって組み立てるといつも通りのお弁当箱と変わらずに、最後は1段で片付けることができます。すごい、500円で買えんのって思って、ポチャッコも欲しかったけど、いや学生の時やったら多分ポチャッコも買ってた。でもお弁当そんなに最近自分には作らないということで、こんなのもありました。はい、ということで今回はシーコインズで購入してきたポケモンとのコラボ商品のご紹介でした。キャラクターものでこんなに安く売ってくれる今に感謝です。ってことで今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。まいどー。